いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子、青新地球の旅人です。鳥取県で誕生した牛骨ラーメンですが、今や全国区への広がりを見せているようでして、各地に様々な個性的なラーメンが生まれていることを最近知りました。中でもその際立つ個性で多くのファンを獲得したラーメンがあるというので、今回は東京都足立区北千住にやってきました。北千住駅の東口から徒歩3分の好立地にあるのが、今回の動画でご紹介する牛骨ラーメンの名店、牛骨ラーメンマタドール本店さんです。前回の神徳さんとの比較もしながらラーメンの感想をお話ししたいと思いますので、今回の内容を気に入っていただけたなら、熱い高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは今回の旅も始めていきましょう。中に入ってみると、神徳さんよりもさらにこじんまりした感じを受けました。席数は8席、それでも壁一面に多くの有名人のサイン色紙があることから、ファンの多さを感じることができました。ちなみに今回のオーダーはこちらの贅沢焼き牛ラーメンです。どうでしょうか、これが牛骨ラーメンマタドール本店さんの贅沢焼き牛ラーメンです。ご覧いただいた通り迫力が違います。そして存在感を強くアピールするこの大きなチャーシュー、これ焼き豚じゃありませんよ、牛です、牛。それでは実際にラーメンを食べながら僕の感じた印象をお話ししたいと思います。神徳銀座店さんのラーメンとの違いを、個人的な意見かなり強いんですけれども、ちょっと比較しながらお話しできればなと思います。先日お伺いした神徳銀座店さんのラーメンなんですが、たまたま注文したラーメンがそうだったのかもしれないんですけれども、あっさりしていて、あまりしつこさがなくて、女性や小さいお子さんにも好かれる食べやすい印象がありました。何か別のものに例えるとしたら、とても紳士的な感じでしょうか。そして打って変わって牛骨ラーメンマタドールさんのこの贅沢焼き牛ラーメン、いやー初めていただいたんですけれども、本当に食べれば食べるほど挑戦的だなと圧倒されました。醤油の波に乗って牛の脂がガツンとくるんです。気分はまさにですね、闘牛を前にした闘牛士、店名をそのままお借りするんですけれども、マタドールになった気分でした。というわけであっという間に完食です。ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。牛骨ラーメンマタドール本店さんの贅沢焼き牛ラーメンは本当に個性的な牛骨ラーメンで、最後の一滴まで飲み干したくなる素晴らしいラーメンでした。いつも動画にいいねやコメントをいただきまして
本当にありがとうございます。動画へのご感想やご意見が毎回の僕の動画制作のエネルギーです。これからも僕は面白いと思っていただける旅動画を作り続けます。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。